中通り大橋中通り大橋は、群馬県霧雨市の渡瀬川に架かる橋である。橋町298.0メートル、福井23.8メートル。霧雨市三吉町2丁目と同市広沢町1丁目の間に架かる。歩道に織物の柄や、のこぎり屋根の衣装を取り入れている。上流側には、西木桜橋が、下流側には、昭和橋がそれぞれ架かっている。 2005年に工事が開始され、2010年3月27日に、幅11.9メートルの下流側半橋が、暫定2車線で開通した。同日、西木、琴平線の3基地町部分が開通し、西木町方面とも結ばれた。2013年3月30日に、上流側の半橋2車線分が開通し、幅23.8メートルの4車線橋となった。 気流旧市街から国道122号、国道50号を経て、北関東自動車道の大田やぶインターチェンジまでを、結ぶ市道、中通り大橋線の一部となっており、今後、国道50号以南の区間の事業化が予定されている。AB、広報気流2013年3月号2ページ中通り大橋が、4車線に、ハット AB、 広報気流2010年3月号2ページ中通り大橋が、開通、広報気流2010年12月号7ページ平成22年、市政この1年、広報気流2013年12月号9ページ、平成25年市政この1年。ありがとうございます。